どうも、マッシーです。今日も楽しく法律を勉強していきましょう。今日のテーマはこちら、京阪電車沖石転覆事件です。京阪電車といえば特急料金なしで豪華特急列車に乗れることが特徴的で、ああ、2階建ての車両なのに無料、ほんまかとビクビクしながら乗った記憶がありますね。さて、沖石による最初の鉄道事故は明治時代に起きていたようですが、その100年後に日本鉄道史上最悪の沖石事故が京阪電鉄で起きていたようです。一体沖石による損害賠償がどれぐらいのものになるのか、この点を知っておくことは皆さんの人生にとってきっと役に立つ知識になると思いますので、最後までご視聴いただけたらと思います。ではどんな事件だったのか見ていきましょう。京阪本線の枚方市御殿山間で、枚方市立第一中学校に通う中学生5人グループがいたずらで線路上に大きな石を置いていたために、急行列車がそれに衝突し、先頭車両が民家に突っ込み、2両目が横転、3両目が脱線するなどして乗客104名が負傷する大事故が発生しました。そこで京阪電鉄は中学生グループとその保護者に対して損害賠償を求め、5人のうち4人とは1人当たり840万円を支払うという示談が成立しましたが、話がまとまらなかった1人に対して約1億1000万円の支払いを求めて提訴しました。京阪電鉄側は、沖石によって我々は1億6000万円の損害を被りました。そのうち保険金で5000万円が支払われましたが、残りの1億1000万円の支払いを求めたい。中学生グループは共謀して沖石をしたのであり、たとえ共謀していなかったとしても同級生の普段の行動から線路上に置き石行為をするかもしれないと予想できたはずなので、そのような置き石行為を阻止する義務があったと言える。よってそのような義務を怠ったことから不法行為責任は免れないはずだと主張しました。これに対して中学生の保護者は、息子は確かにグループのメンバーだったが、線路内に立ち入らずに道路上から友達が線路内に立ち入り置き石をする様子を見ていただけで、うちの息子は置き石をしていなかったので損害賠償責任は負わないと思います。また息子は友達に置き石をやめるように言いましたが、置き石がそのまま放置されていたために事故が発生しました。息子が友達の置き石行為に加担したわけでもありませんと主張しました。そこまで。これらを受けて最高裁判所は、中学生は置き石行為をすることそれ自体についてグループの友達と共同の認識ないし共謀がなく、また今回の事故の原因となった置き石について事前の認識がなかったとしても、友達が大阪行き軌道のレール上に拳大の石を置くのを現認した時点において、同人が同一機会において大阪行き軌道よりも道路に近い京都行き軌道のレール上にも拳大の置き石を置くこと、および通過列車がこれを踏み事故が発生することを予見することができたと認めうる余地が十分にあると言うべきであり、
これが認められ、かつまた中学生において置き石の損否を点検確認し、その除去など事故回避のための措置を講ずることが可能であったと言えるときには、その措置を講じて事故の発生を未然に防止すべき義務を負うものと言うべきである。中学生が今回の事故の発生前に友達に対し置き石行為をやめるように言った事実があるとしても、それだけでは直ちにその注意義務に象徴をきたすものとは言えない。また中学生の注意義務の懈怠と本件事故との間には相当因果関係があるものと言わざるを得ない。よって現判決を破棄し原審に差し戻すと判決を下しました。今回のケースで裁判所は、中学生の仲間による線路上への置き石により生じた電車の脱線転覆事故について、置き石行為をしていなくても事故回避措置を取らなかったことを理由に損害賠償責任を認めました。列車の脱線時には振り替え輸送費や車両の修理費、被害者の治療費など損害額が莫大なものとなりますので、置き石行為は絶対にしないようにしましょう。以上、エンタメ法学でした。ではまた。